ここからは夜のトレンド研究所サイバーラボのお時間です。えー、今週はサイバーラボこんなテーマです。今食べておきたい唐揚げ2015。若干この時間躊躇しますけどね。えー、ただ食べてみないことにはと。 こうさっくり衣で中ジューシーというねまあ,あのお弁当だったりとか誰もが好きなちょっと小腹が空いたりとかね居酒屋行ってもそうでしょお弁当もそうでしょなんかこうジャンルカテゴリー関係なく愛されてますよね唐揚げっていうのははいそんな唐揚げの日本一おいしいお店を決める第6回唐揚げグランプリの結果先月発表されました一般社団法人日本唐揚げ協会主催するこのグランプリでは日本全国のおいしい唐揚げを部門ごとに 発表していますそこで今週はこの日本唐揚げ協会の会長安久哲平さんに今食べておきたい唐揚げについてお話伺ってます、えー、いろんな部門があって昨日は塩だれ部門お話を伺いしました今日伺うのは西日本の醤油だれ部門です <laughs> 西日本東日本ってやっぱ分かれるんですね、えー、日本唐揚げ協会の会長安久哲平さんお願いします あの唐揚げグランプリの中でも一番の激戦って言われる部門があってそれが西日本の醤油だれ部門なんですねでその西日本の醤油だれ部門で、えー、毎年毎年、まあ、現在56回目ですけど毎年金賞でどうしても取れなくってそれでも取りたくって頑張ってきた、えー、大分県の中津市の豊後屋さん豊後屋が今年は唐揚げグランプリを 取ったんです最高金賞を取ったんですこれはね本当に涙が出るぐらい熱いものを感じましたね文後屋の味はですねちょっと変わってるんです王道と言いながらも若干変わった味なんですけどこれがまた癖になるまあおしい醤油だれですね普通の醤油うゆだれとはちょっと違うあれいつもと違うなっていう感覚の唐揚げなんですね だから食べちゃうとですねそれが当たり前になってくると他が食べれなくなるようなそんな唐揚げなんですよ。あの一時期はねあのファミリーマートなんかでもあの食べれた唐揚げなんですけどもちょっと衣は厚めの衣で歯触りをまあカリカリ感をですね増した唐揚げなんですけども醤油をすごくこう染み込ませるので若干醤油がですね染み出る感じなんですね。だから 表面上はちょっとずつポンポンポンと黒い部分がはあるんですけどそれがまた風味を増しておいしい唐揚げなんです実際はニんにく中津ですからニンニクのニンニクベースの醤油とかがこう相まってですね口の中でその味が広がっていくんですけど、まあ、醤油の風味っていうのはおいしいですからねそれが割とこう視点が増えてきて全国に広がっていって でそのみんなで最高金賞を取ろうという努力が今回実った感じなんですねはいありがとうございますねまあもう今やコンビニの唐揚げも結構クオリティ高いですかねしかもちゃんと塩と醤油だれありまして醤油だれはまあやっぱニンニクベースが一番主流なんですかねちょっと生姜の効いたものとかもありますけどはい の中で最高金賞を取りたくて5年連続金賞だったやはりやっぱ強いです大分、えー、大分県中津市の、えー、大分あー分小屋、えー、今年はついにその頂きを手に取ったということなんですね、えー、今夜はですねその最高金賞を取った分小屋の唐揚げスタジオにあります関東では埼玉県の大宮と千葉県のいすみ市に支店があるということなんで東京都内では食べられないんですね えー、もも肉と胸肉のミックスから揚げ 100g250 円がスタジオにありますそうなんですいろんな部位がありますけどねこっちもこっちももだっつってたよね見た目あんまももっぽくないんですけどねいただいてみますね <laughs> いただきますうんカリカリですねうんうん あんまり実はあんまりそんなに今食べた感じだと醤油臭くないんですねで衣ですね衣は衣でまた何かちょっと別に味を感じるんですけどなんかタツタと唐揚げの衣と間ぐらいな感じです僕片栗粉系の,あの衣が好きなんですけどで実はえっとも,もとあと。 えー、胸肉のミックスから揚げなんですけど胸肉の方がもうちょっと多分さっぱりしてると思うんですけど衣の感じも違います多分つける衣少し違うんじゃないかないただきますうんうんあやっぱ絶対違うと思う胸肉の方が基本もっと淡白なんですけどね、えー、なんか変に味が濃くならずに衣の味とお肉とでちゃんとバッチリ相性がうまいこれ今日ちゃんとオーブンでやったトースターで 分かってる？ないですね。え、唐揚げをお家に持って帰ったときはですね、できればあのレンジですと皮がこうペタッとしますので、オーブントースターで5、6分ぐらいやってあげてください。絶対美味しいですよ。<laughs> はい、美味しいというわけでございまして、えー、明日も今食べておきたい美味しい唐揚げをご紹介します。どうぞお楽しみに。